フェアホイゲン、ギュンター・フェアホイゲンは、ドイツの政治家。プローディ委員会及び、第一次、バローゾ委員会で、欧州委員会委員を務め、特にバローゾ委員会では副委員長を務めた。所属政党は、最初自由民主党、後、ドイツ社会民主党。フェアホイゲンとケンシャーバート・クロイーツナッハに生まれる。ケルン近郊のギムナジウムを卒業後、1965年まで、 エッセンの新ルール新聞の地で働く。1965年からケルン大学及びボン大学で歴史学、社会学、政治学を学んだ。在学中の1967年に自由民主党の青年団組織に加入。1969年に大学を卒業後、ハンスディー・トリヒゲンシャー内相の下でパブリックリレーションズ担当顧問として、 内務省に勤務し始めた。1974年、現社の外省天人に伴い外務省に移動。1976年まで同省で分析、情報部長を務める。1977年、FDP 連邦経理担当に就任、翌年の党大会で、当事務局長に選出された。1982年、現社シャ率いる FDP が、 ドイツ社会民主党との連立政権を離脱して、当格に参加したことに反対して離党。同年離党した仲間と共に、スピードに入党した。翌1983年のドイツ連邦議会選挙に出馬して当選。スピードのビリー・ブラント当時の裁定による、小選挙区の以前の候補者を押しのけての出馬であった。ただし当選は、小選挙区ではなく比例代表によるものだった。 1983年から1998年まで連邦議会が愛好委員会に属し、1992年には欧州連合特別委員会副委員長に就任した。また、ブラント党首は1987年にフェアホイゲンを党機関し、前身の編集長に指名した。また1994年から1997年まで党議員団が以降。 安全保障、開発政策委員会副委員長を務めた。またルドルフ・シャーピング党首の下で1993年から1995年まで、党連邦経理担当を務めたが、シャーピングにより解任された。1997年からは、社会主義インターナショナル平和、安全保障、軍縮委員会委員長を務めた。1998年、 ゲアハルト・シュレーダー政権が成立すると、ヨシカ・フィッシャー外相の下で外務政務次官に就任した。1999年9月、欧州委員会に EU 拡大担当委員として招聘された。これに伴い連邦議会議員及び外務次官を辞任。任期中は2004年の EU 東方拡大で加盟した諸国との交渉を担当し、またトルコとの加盟交渉を開始した。 2004年にドイツ連邦共和国功労勲章第十次聖章を受賞。続く2004年からの第一次バローゾン委員会では産業・企業政策担当委員を呼び副委員長を務めた。2010年2月の任期切れに伴い退任した。任期中はシュレーダー首相の提案に基づきドイツの経済政策が欧州委員会の経済政策に影響するよう尽力した。 任期中の2006年夏、事務所長に昇格させたばかりの女性職員と、リトアニアの海岸で全裸で海水浴している写真を撮られ、職権乱用の疑惑が取り沙汰された。さらに2007年にはこの女性とすでに2005年から交際していたことが発覚し、ジョゼマヌエル・ドゥランバ・バローゾー委員長は、ドイツ政府と協議し、フェアホイゲンの職務の一部である脱官僚主義改革を エドムントシュトイバーはマイバイエルン州首相に委託することを決定した。ありがとうございます。